はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビーシです。では提督の決断続きをプレイしていきましょうということで、なかなか厳しい戦いを強いられているというところなんですが、前回小笠原を失冠してしまいました。まあ、小笠原はっきり言って資源的にはご覧の通り、金、まあ、お金がちょっと取れるぐらいで大したことはないんですけど、日本まさに本土の喉元ということもあって、まあ、どうにもこうにもならないんですよね。なので、急いで、なんとか、艦隊を戻してあげる必要があるということで、日本近海に、レイテ沖から、艦艇を戻しましょう。で、かつですね、万万が一の場合に備えて、日本近海にいる艦隊ですね、第7艦隊に、空母を組み込みましょう。第12、第14艦隊壊滅したからな。しょうがないよね。で、ここには提督を乗せていきましょう。まあ、井上鳴海中将を乗せて、あとは空っぽな人をね、乗せていかなきゃいけないんで、宇垣さんを乗せていきましょう。で、あと艦載機ですね。艦載機乗せないと話にならないんで、艦載機を乗せていきます。いやー、待って待って、3人型ばっかり乗せてもしょうがないよな。どっちかっていうと観光を乗せた方がいいですよね。偵察機が1機もないのか。まずいね。偵察機をちょっと乗せていくことも作っていかなきゃいけないですね、偵察機。そしたら、まあ、このゲームって実は飛行機って一瞬で作り終わるんで、飛行機を作っちゃいましょう、速攻で。で、何を作るかというと、偵察機ですね。ちょっと待ってね。偵察機ってでもゼロ戦とかでもいいんだよね、きっと。なんで、艦上戦闘機を作っとけばいいか。多分今戦闘機、いやでも未配備数こんだけあって、ちょっと確認させてくださいね。さっきの画面で見ると、第7艦隊の正規空母に艦載機がどうなってるかというと、偵察機が未配備なんだよね。97式の艦砲、99式の艦爆、この辺りじゃないと乗せられないのか。なるほど、97式のじゃあ艦砲を作っていきましょう。それで全て事足りるはずですよね。97式の艦砲、99式じゃなくて97式の艦砲、これが未配備数が確かにゼロになってるな。
じゃあこれを作れるだけ作りましょう。46機。早いね、生産はさすがに。あと艦船ですね。自分で設計していきましょう。新規設計。で、ベースになる艦艇なんですが、日本の潜水艦でいきましょう。速力が速いのがいいんで、まあいいか、純粋の、1個、これを作っていきましょう。で、何をしたいかというと、魚雷の本数ですよね。これを、4門搭載して、主砲とかも一切いらないですね。で、速度は速い方がいいんで、20キロ出すようにしましょう。で、あと装甲ですね。まあ、これも一瞬で、縮み上がるとかって話だと話にならないんで。まあ、機銃とかも正直いらないからな。速度はもうちょっと惜しかったかな。まあ、でもどうしようもないですよね。で、魚雷は5連装。いや、5連装はやりすぎ？ 3 連装ぐらいにしますか？全然値段変わってきますもんね。やっぱここは4機にしとくか。で、これを見ると上限739に対して1073と圧倒的に足りないので、足りないというか全然話にならないぐらい鉄を使いすぎてるので、まあ、ちょっとでも削っていきたいんだけど、ここってあんまり意味なさそうだね。削ってもほとんど影響がないんで、ここを削るぐらいだったら、いや、航行速度はでもな、下げられないしな。魚雷の射程とかも変えられないしね。2連装とかにする？いやー、でもこれでもダメか。10キロとか、どうなの？なんとも言えないなー。ちょっとやめましょう、一旦ね。デフォルトの戦艦じゃなくて、今ある艦船を普通に建造していこうがいいかな。ただ潜水艦もね、正直言ってガシガシ沈められるからな。さっきだって10隻ぐらい沈められてますからね、潜水艦に関しては。やっぱり敵の駆逐艦相手だと厳しいですよね。もう一撃離脱でその敵の戦艦なり空母なりにめがけてこう確実に仕留めていく、っていう、まあ一撃離脱走に近いような戦法を仕掛けていかないとかなり厳しい印象ですよね。あとは技術開発。技術開発はやっぱり常にやっていかないと
まあ、お話にならないというか、いずれ。技術的に遅れを取ってしまうと敗北を意味しますからね。そしたらトラック置きから、ちょっと待ってくださいね。トラック置きって今危険はないよね。マーシャル置きって今艦艇はいないのか。うわ、中部太平洋もう見たくないわ、これ。敵の8個艦隊が集中してますもんね。そしたらこっちもちょっと艦艇を集めますか。今、その集中的に運用できてないところがあるんで、いやーでもなー。まずソロモンにいるこの3個艦隊を確実にオーストラリアを仕留めにかかりましょう。これ母港が落とされる可能性があるな、奇襲戦で一気に。さあ、そしたら第1艦隊を小笠原へ沖へ。で、第2艦隊はまだまだ時間かかるんで、第5艦隊ですね。第5艦隊を小笠原沖へ。小笠原はやっぱりどうしても守らないといけないところなので、守りましょうというところですよね。で、むしろトラックにいる第2艦隊は一度日本に戻しますか？その方がなんか復帰が早そう。結果的に。ドックの数が全然違いますからね。で、そうすると第1艦隊は良くて、第2、第3、第4までいいですよね。第5も良くて、第6艦隊はマラカ海峡か。そうすると、第6艦隊、第8艦隊、第15艦隊、これでインド洋を攻めますか？インド洋。重要拠点、ドックはないのか。ドックはないのか？ドックがないんだったら、無理する必要はないよな。ドックありだったらね、何が何でも取りたいなっていう気もするんですけど。そしたら、ここは一旦置きましょう。で、マレー沖は艦艇いないと。南シナもいないよね。そうなると、沖縄沖って今、艦艇いないね。よし。じゃあ、戦力は大体集中できているということで、よしとしましょう。ラバウルもいないし、問題ないね。じゃあ、これで、進めていきましょう。さあ、オーストラリア沿岸ですね。まあ、まず、ここを確実に、オーストラリアを仕留めたい。オーストラリア沿岸にどんくらい艦艇がいるかですよね。よし、まずは敵の飛行場を発見したので、敵の飛行場の攻撃に向かいましょうということなんですが、ちょっとスピード遅めます。回線スピードですね。え、戦艦が大破だと早いな。想像より全然早いタイミングで大破させられてる。まあ、駆逐艦なんか正直どうでもいいんだけどな。
いや、マジで飛行機強いわ。まあ、1個飛行場破壊しましたもんね、もう、早くも。ここにあるね、飛行場が1個。今確認できたものだけで。なので、ここにまた航空隊を出していきましょう。確実にここにある。ここに確実に飛行場がある。さあ、これでまた飛行場を1個破壊しましょう。飛行場があと何個あるかなんですよね。今のところこの下の方にはなさそうでいいのかな？いや、ここにもあるね。ここにもあることが分かったんで、全部で飛行場の数は全部確認できましたね。じゃあ、この駆逐艦隊は壊滅する前に退避させましょう。いやー、この空母艦隊マジで強いな、我ながら。早いわ。破壊も早い。ちょっと団子になっちゃってるけど大丈夫？さあ、ここでできれば潰しておきたい。もう夜明けを、日没を待たずに終わらせたいですよね。あとは飛行機の航続距離的にどうかというところですね。さあ、日没までもうあと15分っていうところだけど、飛行機が間に合うかどうかだな。あ、ギリ間に合いそうですけど、雨が降ってきたか、ここで。惜しいね。もうちょっとでしたけどね。じゃあ、夜明けまで、時間を進めちゃいましょう。A5 遮断作戦は完全に実現できそうな感じですね。そしたら夜明けとともにすぐに空母から攻撃隊を出せるようにだけはしておきましょう。
さあ夜明けとともにすぐに航空隊で最後の飛行場の破壊に向かいます。いやー本当に飛行機強い。飛行機がいる方が味方の戦艦のダメージを少なく敵の航空機飛行場を破壊できますね、確実に。ちょっと不発に終わったかな。いやマジで強いな、一発一発が。これで決まるでしょう。よし、オーストラリアを取ったか。この重要拠点、今だって日本は今のオーストラリアを入れると1、2、3、4、5個の重要拠点取ってますからね。まあ、ただ小笠原を取られて喉元に刃を突きつけられてる状態ではありますけどね。さあこれでじゃあ一旦よくて、味方は軽巡が1隻、さらに駆逐艦が1隻沈められてますね。ただここで一旦オーストラリアでドック入りができるはずなので、マリアナ沖に敵艦隊か。戦艦長門、さらに第5艦隊の大和で迎え撃てるかどうかですね。そしたらですね、まあ、ちょっと一旦オーストラリアの攻略ができましたので、一旦ここで終わりにして、次回マリアナ沖のマリアナ沖海戦をやっていきましょう。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。